田文雄首相の増税メガネに隠された驚きの真実。皆さん、こんにちは。今回は、日本の政治界で話題となっている、今日岸田文雄首相の増税メガネについて、驚きの真実をお伝えします。岸田総理は、その増税メガネによって、国の経済を立て直すと主張していますが、果たして、その真相とは一体何なのでしょうか？早速、詳しく見ていきましょう。岸田総理は増税メガネと呼ばれることが多く、 SNS 上でもその言葉が広まっています。しかし、この呼び名の裏には、彼の経済政策に対する疑問が隠されているのです。増税メガネとは一体何なのか、その真の意味を探るために、私たちは彼の発言や政策を追っていきます。まずは、岸田総理が法人に対する減税よりも増税を重視している理由について考えてみましょう。彼は過去3年間にわたって増税を行い、その理由を経済の健全化と国の財政再建にあると主張しています。しかし、その結果として企業や個人の負担が増え、景気が悪化しているとの指摘もあります。さらに、岸田総理は増税メガネを通じて異次元の経済対策を実施すると言及しています。この異次元の経済対策とは一体何なのでしょうか？彼は増税によって得られる財源を使って、新たな産業や技術の育成に力を入れることで経済を活性化させると主張しています。しかし、具体的な計画や手法についてはまだ明らかにされていません。また、岸田総理に対しては増税メガネの最終目標についても疑問が寄せられています。一部の財務省官僚は、彼の目指す経済の在り方について疑念を抱いているとの情報もあります。増税メガネの最終目標は一体何なのでしょうか？それは、家族にいる財務省官僚に聞いても明確な答えは得られませんでした。さて、ここまで増税メガネについて調査してきましたが、果たして結論はどうなのでしょうか？岸田総理の増税メガネが本当に経済を立て直す力を持っているのか、その真実はまだ明らかにされていません。彼の経済政策が成功するか否かは、今後の経済の動向によって判断されることでしょう。最後に、増税メガネについての疑問や不安を抱える人々に対して、私たちは一つのメッセージを伝えたいと思います。それは、政治や経済の専門家たちが議論し、検証を重ねることによって真実が明らかになるということです。私たちは岸田総理の増税メガネに対しても疑問を持ち、慎重にその成果を見守る必要があるのかもしれません。以上が、岸田文雄首相の増税メガネに隠された驚きの真実についての記事でした。彼の経済政策が果たして成功するのか、その行方に注目が集まっています。私たちは、将来の日本の経済を考える上で彼の政策に、動画をご覧いただきありがとうございます。この動画が気に入っていただけましたら、グッドボタン、コメント、そしてチャンネル登録もお願いします。